ADMJTV 小林です。そして、はい、稲垣です。よろしくお願いします。本日はお知らせでございます、はい、なんかちょっと久々な気がします。本当ですか、はい、久々にじゃん、はい、食チャンネルのオンエアのお知らせです、はい、2月の12日水曜日、はい、午前10時から10時から午前中、はい、ということはキャストは、はい、誰かな、ケイセイさんとシノダさんと、はい、久々ケイセイと、はい、篠田ケイセイさんとケイセイさんすごい、すごい、あれ本当に仲いいのいつもとケイセイケイセイで呼んでるんですけど字がそのまま出ちゃいました。篠田さんです、はい、篠田さんと一緒です、はい、久々嬉しいなぁ。北のケイセイも言ってますよ、嬉しい、あたしもって言ってると思う。怒られますよ。大丈夫大丈夫大丈夫ですよね。先週先週スタジオで会って、はい、今年は一緒に1回ぐらいはやりたいね、うん、なんかあんまりや最近最初になかったって言ってたね。そうなんですよ、うんうん、久々に一緒になるので嬉しいなと思っております、はいはい、じゃあその時間に出てくるであろう、はい、商品の一部をご紹介します、はいはい、クロコダイル片押しのザ AMJ のミニトート、うん、はい、ヒマラヤも今回ご紹介します。さあもうこれ私の私物かと思ったこれなんかお正月すごいご愛をいただいた。1月は出番多かったですね、はい、本当ですか、うん、あのやっぱりまあお正月休みもありましたし、うん、休みの日に私はこれ住むようになっているので、仕事以外はね営業あの入らずだけど、うん、もうこれ十分 で、 そうなんです、ね、ほぼでもうほら普段着なので、うん、デニムにも合うし、かといってちょっとこうちゃんとした格好した時にもきちんと合わせられるし、うん、便利だった。このちょっとグラデーションがもで、あそうそうそう、友達の家にお正月行ったのこれ持って、でその子がねあの奥さんなんだけどね、はい、旦那さんもいてね、みんなで 鍋してたんだけどね、はい、いいなこれ私欲しいなって旦那で、これ黒くなんか買えるわけないじゃない言ってるわけ黒くと思ってると思って、いやこれはあの片押しだよって、うん、もちろん牛革の片押し書、もう本当に素晴らしいものを、はい、エリムシャン作ってらっしゃる書です、ね、エリムシャンエリムシャンだけれども足が回らなくて、ごめんね、前歯がさ今治療中でさ仮歯だからさ息がうまく出ないわけ、いいわけ、それで今日だからちょっとあんまり開けないでしょ口がね、そうなの、それで大変なの、これじゃ大変なこと、ここで、ね、絶対放送事故、うん、大変なことになるけど、そうそうある意味見てくれるかもしれないけど、それでそうそうっていうふうに言って、あいやこれ違うんだよって、クロコじゃなくて片押しなんだって言ったらびっくりしてたな、ご夫婦ともに、うんうん、てっきりだヒマラヤだと思ってたって言ってました、ね、厳選された日本の原皮を使って安心安全な日本の材料が、うん、技術のある職人が試して、うん、特にこのヒマラヤは、はい、もう絵画を描くように、はい、職人の強弱で、はい、作っておりますので、はい、で2色あとあって、はいはい、ブラックとミッドグレーですね、うん、ミッドグレー、綺麗ですね、はい、これ、はい、もしかしたらオンエアの場合は、はい、こちらの色が異なる可能性が、あそうなんですか、はい、ございます。わかりました。じゃあごめんなさい、今お見せしちゃったんですけれども、あの見なかったことないしてください、すみませんが、はい、すみません、はい、ちょっとそこがまだ出来上がっておりませんで、はい、失礼いたしました、すみません。そして、はい、同じクロコダイル片押しの、はい、ラウンドウェットウィズビーン、いやなんかちょっと久しぶりに、はい、これやめてないぞ、はい、違うよ違う、ちょっと違う人になすりつけた、はい、これお、これはまあなんか一応大丈夫かな、はい、そうなんです、はい、ラウンド、実は私あのこのラウンドを今年から1月22日、はい、これなのね、そう1月22日から、はいはい、ちょっと贅沢に私、リアルクロコで12月のオンエアに、はい、あのオーダーしてお客様にもお客様用にお作りしてるんですけど、私あのサンプルを買わせていただいて、はい、先に、はい、使い始めることにしましたと、はい、それでちょっと実はお伝えしたいことがあると、さっき言ってましたね、はい、はい、あの実はですね、何だっけ、お札がぴったりよっていう話ちゃんとあのびっくりするわこの人本当にそれずっとだじゃん、はい、はい、すいません実は、はい、このお財布、うん、作り手が A 型のため、はい、お札がここぴっちり入るんですよ。ちょうどここの距離ね。ここの、はい、ここの端からここの端、うん、なんかこの中の距離ではなくて端端で綺麗にぴっちり動かないようにお作りしているので、はい、だ
私はここに1000円札ゾーン、うん、1万円札ゾーン、はい、5000円札ゾーンにして、うんうん、それぞれ分けて入れていただくとめちゃめちゃ綺麗になる、うん、でなぜそれを使えなくちゃいけないかというと、はい、もしかしたら例えばそれがつらい、うん、取り出しづらいとか何か私はここキチキチが苦手っていう方にはあの、うん、お声が出ちゃうかもしれないからっていうの で、 そ、 うで、ね、それはでもあえてお伝えしておこうよと、はい、でそういうふうにあの A 型のアキちゃんが作ったものだから、はい、あえてそうしてる、うん、そうやってきちっとこうものすごいな本当にきちんとしてるんだよね。そうなんです。きれいにでもそうすることで多分彼はものすごく前へ向かっていく、うん、きちんと感のある生活を続けていらっしゃるんだと思うんですけど、でもお札がきれいに並んでるってね、お財布の中ですっごい気持ちいいですよ、うん、私も初めての経験でした。あんなにきれい、いや本当にあのあんなにきれいにお札って並ぶんだって、何もしスッと入れてそうするときれいに、いいね、はい、だからもちろんきれいにこうぴったりにして入れないと、うん、もちろん入れられないんだけれども、それで入ってることで1枚ずつ取り出しやすいんですよ、はいはい、だからこう3つ分かれて、むしろ取り出しやすいんだね。へえ、だからここ3つに分かれてるというわけなので、そこをご理解の上ご購入いただいた方が、はい、これの良さがより伝わるんじゃないかなということでございましたが、はい、かわいいねこのグレーの。そしてこのファッションハードウェア社の、はい、ミツバチスワロスキークリスタルもついております、はい、黒にはクリスタル、はい、ミッドグレーにはサファイア系のブルーですね、はい、そしてヒマラヤにはローズ系のクリスタルついております、うん、はい、どうしたんだ。いや実はこのミツバチ系がついてる財布もねほぼ完売していて。え、そうなの。いろいろなものないよね、もうね、うん、あります、ほとんどない。そうなんです。そしてラウンドにこのミツバチをつけたのも初ですよね、はい、うん、これは初めて見た。小さいものに今までつけてたんですけど、このラウンドにこのミツバチをつけたのもこのオンエアでしかまずはご購入いただけませんので、はい、すごい、すごい、ちょっと頑張りました。これ、じゃあ、はい、形成の時に出るんだね。全然ね、怒られますよ、本当に。大丈夫、やつは絶対に YouTube は見ていないと思う。そう、なんだろう、2月の12日の水曜日10時からこのアイテムたちが出てくるだろうと、はい、もちろん他の商品も。そうです、はい、実はもう SS でおすすめの商品をサクッと、うん、あの23センチボストンのミツバチスキスワロスキーだとか、うん、も出てきますし、あ、新作続々スマテックっていう、はい、あの柔らかいあのスウェットの素材のトートだったり、あれね、あれいいよね、はい、うん、その辺も出てきて、おオンエアでしか買えないプリントだったりするので。え、そうなんだ、はい、ちょっと点灯と忙しい、あちこち見なきゃいけないから、はいはい、なのでぜひぜひ、ご覧いただければと思います、はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。